こんにちは、こんばんは、ゆず猫と申します。よろしくお願いします。前回の続きですね。こちらのミニポーチのキルトトップのとこですね、しつけまで終わった状態のところからやっていきたいと思います。でこちらを、キルティングしていくんですけれども、その前に、型紙ですね、こちらの方をお見せします。この普通のあのコピー用紙で作ったんですけれども、大きさの方が、これ見えるかな、こういう風に写しておきますね。こちらの方のまず長さの方ですね、ちょっと今横向きですけれども、17.5センチで、こちらの方の長さですね、12センチになっています。それでこれ、ね、半分に折ってもらった時のここのマチのところですね、マチの部分のところで、2センチ×2センチ、ここが2センチ、こちらも2センチでマチの部分を取っています。はい、そしたらこれはね紙なんですけれども、私はねいつもこういうクリアファイルで型紙をね取り直しというか、こちらの方で作っているんですけれども、今回ねちょっとあのサイズ書きたかったので、こちらの方に書いておきました。それでクリアファイルの方でちょっとお見せしますね。今度なんでクリアファイルかというと、こう置いた時にあのきちんとね、中が入ってるかどうかが、どこがどう出るかっていうのが見やすいので、こちらで型紙を作って、どの辺にね中心を持ってこようかなっていうのを決めて、この辺ですかね。はい、クリアファイルだとね、こうあの生地の方が、縫い上がりの生地が見やすいので、これはねあのおすすめです。それでここになぞって、あの出来上がり線の方を、私は今 2B の鉛筆で描いてるんですけれども、この線は後でこの線に沿ってあの縫い上がった後に切ってしまうので、そんなに気にしなくてもね、ちょっと濃くかけちゃったとか思っても、この線に合わせて生地を切りますので大丈夫です。で今この線をね描いてるんですけれども、この線の内側のところだけをキルティングすればいいので、先にこの出来上がり線をね今印を書いています。ちょっと色によってね見づらいところもあるんですけれども、一応今自分でね見やすい濃さで描いてみてくださいね。はい、こんな感じです。でこれはまだあの切らないで、これから縫っていくんですけれども、ちょっとうっかり私少しだけ縫い進めてしまいまして、中心の方からね縫っていただくんですけれども、ちょっと待ってくださいね、あれで、あ、ここに隠れてた。縫い始めは中心から外の方、
端の方に向かって縫い進めていくんですけれども、通ってくれない。こちらの方で説明しますね。中心からちょっとアップにしますね。ここから縫い進めていくので、こういう風にここの生地と生地の間ではなくて、生地の上、だいたい端からこの今刺してる白い生地の、端からだいたい2ミリあたりのところですね、ちょっと離れたあたりのところから針を出してもらって、こういう形で縫い進めていきます。ちょうどこういうところに来たら、生地の裏生地とキルト芯、キルトトップの間を針がこうね渡るようにしてもらって、隣の生地に針先を出してもらって、今度こちら側に縫い進めてという形で、今ちょっとなぞってますけれども、ここも隣の生地の方に、生地の中に針を潜らせて、こういう形でギザギザとこういう風に縫い進めて、今ここにねキルトラインが出てると思うんです。ちょっと薄くて分かりづらいんですけれども、ここまでキルトラインが出来上がり線がね出てますので、縫い終わりはここになります。でここまで来たら、今度こちらからこういう形で、こういう風にまたこっちの方に針を渡して、こういう形で縫い進めていくんですけれども、今ねちょっとここまで縫い進めてしまったので、ちょっとここからご説明しますね。縫い始めは中心から縫ってください。この辺で映るかな。でこう隣の生地に今針を渡したんですけれども、この時には裏には針目は出ていないです。裏生地の方にねしっかり針がねこう出ているのを確認してもらいながら、よいしょ、ちょっとねここ縫い代が今集まっているところなので、やりづらい場合は一針ずつ、一針ずつゆっくりやってみてください。ちょっと今ね指の方がうまく動かせなくって、ちょっとゆっくりゆっくりな進め方になっちゃってるんですけれども、ちょっとね指先の方に若干アレルギーが出てしまって、ちょっとね指先の皮がむけてたりとかして、ちょっと痛みとかが若干ねあるもんですから、うまく指先が動かせなくてごめんなさいね。今ここまでここを縫ってここを縫ってこちら側の方に進んできました。こう縫ってここを縫って
ってこちら側の方に来たので、今度生地の中を針をね潜らせて、こちらから今こちらの方に進んでいます。でこういう風に、でこちらの方も針を渡してこういう風に縫っていきます。でこの端の方まで来たらまた、ご説明しますので、このままこういうちょっとコの字型のような形でずっと端の方まで縫っていきたいと思います。はい、端の方まで縫ってきました。で、ちょっと分かりづらいんですけれども、この辺りが、ちょうどね縫い終わりのラインのところなので、もう一針縫ってもらって、ちょっと裏から一旦出しましょうかね。で今度、こちら側の隣の方に、あ、ごめんなさい、ここの部分のところに針を出したいので、よいしょ、この白いところですね、今ずっとこういうふうに縫ってきましたので、今度こっち側にこうくの字に縫い進んでいくような形ですね。生地を返してもらって、今ちょっとここの一箇所だけ縫ってみますね。今ここの部分縫ったので、今度は生地と生地の間に針を刺して、この時に裏に針は出ていない状態です。隣の生地の方に針を抜いて、でまた同じようにこうくの字くの字っていう形で縫っていただくと、全部のこの六角形のね四角が糸をあまり切らずに縫い進められますので、このやり方で、全体的に、この出来上がり線を描いた内側のところだけを縫うような形になります。裏側で見るとね、今回ちょっと白っぽい生地にしてみたんですけども、こちら側はねこうちょっとコの字に近いような、ここは尖ってるからコの字ではないですけれども、こうコの字っぽく進んでるかと思うんですけれども、どこかな、今一箇所、あ、ごめんなさい、こっち側ですね、ずっとこうこう縫ってこう縫ってこうで、こちら側にこう戻って、でここを縫って、で今度はこっち側にで糸を渡して、こっち側に糸を渡してっていう風に戻っていくと、ぐるっとこう六角形の一周が縫えるような形になりますの で端の方まで行ったら、今度隣のところにまた移ってというのを繰り返して、なるべく最小限で玉結びをしながら全体を縫っていってください。それでちょっと大きさが違うんですけれども、全体的に、縫っていただくと、これはちょっともう先に切ってしまったんですけれども、ちょっと近かった、これね、わざと分かりやすいように色をねこういう色で縫っています。点々点々ってこう縫い上がってるラインが、この辺はちょっと分かりづらいんですけれども、全体的にぐるーっとこうね、ここが一番見やすいですかね、こういう形で生地の 1-2 ミリ内側のところをぐるーっとのような感じに全体的に縫ってあります。でキルットトップが出来上がりましたら、このね線を引いた通りに形を切っていただいて、こちらの方はちょっとサイズを大きくしてあります。
なのでこちらの大きさよりも少し大きい出来上がりになるんですけれども、全体的にこちらの方を縫っていただいたら、先ほどのね最初のこの大きさの形に切っていただいて、でバイアステープをつけます。それでこちらの方がねサイズがちょっと大きいんですけれども、こちらの方にねバイアステープをつけていきたいと思います。バイアステープの方も他のポーチなんかとかキルトトップのところでねご説明してあるかとは思うんですけれども、ちょっと端っこここね切っちゃいますね。ここがまっすぐなので切り落としておきました。方としては端のところからぐるっと、でここカーブのところなのでほんの少しだけこうねバイアス生地を引っ張っていただいて、カーブのところなのでねあんまりたくさん引っ張るとね伸びすぎてしまうので軽くねふんわりこう引っ張ってあげる感じですね。こういう形でぐるっと端の方までねこうバイアステープをつけて、でここ一周返し縫いをしていきたいと思います。はい、あともう少しというところまで縫ってきました。返し縫いを端の方まで、よいしょ、こんな感じ、はい、でちょっと一針ね私いつも内側の方に縫ってから玉留めをしておきます。生地がねここ長かったりとかした時に余分にこう切る時に玉留めが外側向いてると間違って玉留めを切ってしまったことが何回かありまして、なるべくちょっと内側の方にね一旦針を刺し直して玉留めをするようにいつからかなりましたこれは私のやり方なのでお好きなやり方でやってみてください。でバイアステープこれぐるっとこう返してもらってですね、ここの縫い線のところに合わせて待ち針をこうね留めていってもらって、こんな感じで待ち針を留めてもらって、あとここですね、まつり縫いを切っていきます。ここの端のあたりのところから針を出してもらって、こちらの生地の方ですね少しすくってバイアステープの端の方の生地をすくってもらってというのを交互にね繰り返して、バイアステープをね留めていきます。これをぐるーっとこう端まで縫ってきてここで縫い留めておきます。でこれバイアステープの生地なんですけれども、
これね、見ていただくとまっすぐの柄に見えてるんですけれども、以前にもね、ご説明したかもしれないんですけれども、この生地なんですけど、どこが端っこだろう。あ、ここですね。ここがね、てん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 ってなってるのが分かりますかね。これが布の耳の部分なんですけれども、表に返すとこう生地自体が斜めに柄に入っている生地なので、バイアスにこう布をこういう風にバイアスに取るとまっすぐの模様になるんですね。なのでこれもこれで見ていただくと、こうまっすぐの柄にバイアスがね、こう向きがなっているんですけれども、斜め方向の生地にきちんとなってますので、まっすぐの生地で切らないように気をつけてください。ちょっとね、私もこの生地を使ってから後でちょっとね動画だとちょっと紛らわしかったなっていうのを後で気がついてしまって、普通のね、生地自体はこういう風にバイアス地に取って使ってください。それじゃないとこういうねカーブのあるものを作る時にはここで生地がちょっとつれたような形になってしまいますので、カーブのある作品を作る時はバイアス地に生地を取って使ってください。はい。あ、でこれは先日100円ショップで購入した生地になります。ちょっとここに使ってみました。はい。じゃあこんな感じでぐるっとね、ここねバイアステープをこういう形でぐるっと端まで縫い留めていきたいと思います。はい。全体的にぐるっとバイアステープをつけてきました。こんな感じになっています。はい。そしたら今度ファスナーをつけていきます。こちらは、セリアさんの方で購入したファスナーになります。20センチのファスナーですね。一番コードナンバーがこんな感じです。はい。これね、以前に購入してあったので、こちらを使っていきたいと思います。でこれ開いてもらって、中表にねこう半分に折って、ここの中心のところに待ち針をちょっと印代わりにねこうつけておきます。こんな感じ。はい。そしたら、ファスナーの方もこの金具のこの終わりのところと反対側の金具の端っこのところをこう合わせてもらって、中心をギュッとここに当ててもらって、でここにこう留めます。もしやりづらい方は端から端までで中心測ってここに印つけても大丈夫です。で今ここで留めたんですけれども、この留めた時にこっち側を見るとファスナーのこの刃の部分がギリギリ見えてるぐらいな感じに私はいつもつけています。でこういう風に、バイアステープの端のところにちょうどこうファスナーの刃が乗ってるか乗ってないかぐらいな感じですかね。それをこう手でねこう目安にしながら待ち針を留めていきます。で角のところはねカーブになっているので、ちょっと細かめにね何本か留めていきます。私はいつもポーチ作るときはこういうね縫わなくてはいけないところをファスナーつけた後に縫っているので、
よいしょ。で、一番最後のところですね、ここのところはほんの少しだけちょっと内側に引っ張ってもらって待ち針を打っておきます。あとでここを縫い留めますのでね、こう合わせた時に、なのでちょっと引っかかりづらいようにちょっと内側にね引っ張って留めておきました。で、ここの部分ギリギリのところでこう留めてもらって、針が一本足らなかった、はい、すいません。で、ここ生地が出ているので、ここですね、ちょっと内側に引っ張ってもらって留めます。で、その時にここのファスナー止まりのところはきちんとこう表に出てるのを確認してください。ファスナー止まりの金具のね、この留めの下の部分の生地がバイアステープよりもほんの少し内側に入っているのを確認してもらったら返し縫いをしていきます。と、ね、私はいつもここアップにするとわかるかな、ファスナーの生地の中心のあたりに模様がポコポコって出ていると思うんですけれども、そこの真ん中にこう線が入ってるような形に見えるんですけれども、そこの上の線のところですね、そこを目安に返し縫いをしていきます。上の線とか真ん中ら辺でも大丈夫です。でもあんまりファスナーの刃に近すぎると開閉しにくくなってしまうので気をつけてください。でぐるっと返し縫いしながらこの端っこのところまで縫っていきたいと思います。で、ここまで返し縫いしたら糸は切らないでそのままにしておいてください。で、ここまで縫ってきます、はい、この端のところまで縫ってきました。そしたらこのままですね、このファスナーの生地の端の部分を縫い留めていきたいと思います。で、ここなんですけれども、私はね、ここの端のところを祭り縫いのような形でずっと縫っていってるんですけれども、こちらは端っこをね、こういう風に端のところをこうかかって縫っていってるんですけれども、以前まではこれね、だいぶ前に作っても真っ黒けになっちゃってるんですけれども、こう500円玉入れにしてたんですけれども、これがお金が入ってたから本当真っ黒ですね。これはね、なんだっけ、あ、千鳥がけにしてたんですけれども、千鳥がけにすると生地がね、こういう風にちょっとポコポコってこうカーブのところがね、引っかかりがあるような形になるので、これがねちょっと気になって、最近は千鳥がけではなくてこういう風にね、端のところを縫い留めてます。そしたらこうそんなに引っかかりが気にならないので、今はこのやり方で縫っています。こちらはどの留め方でもいいと思いますので、お好みでなさってください。でね、私はこのままこの端のところをずっとこう祭り縫いをしていきたいので、ずっとこういう形で
るーっとこの端のここまで縫っていきたいと思います。はい、ここまで縫ってきました。そしたら今度反対側の方ですね、これ半分に折ってもらった、まずはこの反対側の方の中心ですね、縦半分に折ってもらってポーチのこの中心の部分のところに待ち針で印をつけておきます。そしたらこう半分に折ってもらって、よいしょ、このね、ファスナーのところも半分のところ、ちょっとね、気になる方もしあれでしたら印、ペンか何かでね、印つけてもらってもいいですし、待ち針でこう留めといても大丈夫です。そしたらここ中心を合わせてもらって、待ち針をこう留めますね。で、反対側も同じように、こちら側ね、縫い留めた時にこうファスナーのちょうど刃がバイアステープのこう上に出てるような感じに見えてると思います。で、こちらも同じように待ち針を留めて、カーブのところはね、ちょっと多めにファスナーを留めて、こちら側と同じように縫い留めていきたいと思います。はい、ここまで両側縫ってきました。ファスナーをね、ちょっと締めるとこんな感じになっています。はい、でこれね、裏側のところ縫い留めていきたいんですけれども、こちら側はね、ファスナーの終わりの部分ですね、終わりの部分って言ったらいいのかしら、こちらがファスナーのまだ開いてる部分になるので、ここのね、金具のところを合わせてもらって待ち針をずれないようにね、待ち針を留めておきます。で、ここのところを縫っていきたいんですけれども、多分ね、これ他の方と縫い方が違うと思います。いろいろ試して、私はこの縫い方にたどり着きましたちょっとね、この辺からバイアステープのあたりのところでもいいんですけれども、糸をこう潜らせていただいて、金具よりも5ミリぐらい下のところから針を出してもらって、バイアステープのちょうどこの山の一番高いところですね、ここに針を出してもらって、でちょっとファスナーのこの生地ね、端っこのところ今折っておきました。で、ここの一番ね、力がここね、開け閉めするときに切れやすいので、ここをちょっと何回もね、巻きかがって留めておきます。そしたらこのまま、この2枚のバイアステープの生地の部分のところの、ほんと端っこの方ですね、端っこの方を返し縫いします。これ普通だと表側の方からコの字とじをしたりとか、巻きかがったりとかっていう留め方をすると思うんですけれども、私はあえてここを2枚合わせて内側から、返し縫いをしています。この方のがね、2枚合わせて縫って開いた時にあんまりこう縫ってるところの隙間が目立たないっていうんですかね、前に縫った時に小の字とじで閉じたんだったかな、その時はなんか縫い上がりのところが開いてしまって、糸と糸の間のところからこうちょっとピッてこう見た時に
光が通るようなっていう隙間がねできてしまって、それではあんまりね丈夫じゃないんじゃないかなと思って、いろいろ試した結果この縫い方になりました。でこうやって縫えば丈夫になりますし、こう見ていただいても向こう側がねこう透けて見えるというかね、縫い目と縫い目の間が今ギュッて引っ張ってますけれども、向こう側が見えないし、さらに上手に丈夫にね縫い留められると思うので、この縫い方で縫っています。で反対側ね、こちら側の方も同じようにちょっと生地をこうね開いてもらって、ここもファスナーのこの隙間のあたりからね針をこう潜らせてもらって、この時にね表に糸が出ないようにしてもらって、ここが縫い止まりなんですけれども、やっぱり5ミリくらい下のところをよいしょ 4、5 回ぐらいこうねちょっと力がねかかる部分なので縫い止めてもらってから、同じようにここも返し縫いしていきたいと思います。はい、こちらの方も両側ね縫い止めてきました。はい、そしたらここのちょうど開いているところを半分に折ってもらって、この端のところがねちょっとゴロゴロしないようにまっすぐにしてもらって、ちょっと上のあたりでね今ピン留めておきました。それでよいしょ、7ミリから1センチぐらいのところですね、線を引いてもらって、ここの部分を返し縫いをしたいと思います。これ両側ですね、両側同じようにこの部分を縫っていきたいと思います。これ手縫いでもいいですし、ミシンでね縫っていただいてもどちらでも大丈夫です。一旦縫ってきます。はい、こちら両方とも端っこのところをね縫ってきました。返し縫いで縫ってきました。そしたらこちらの生地の長さよりも少し長い生地を 3.5 から4センチぐらいですかね用意してもらって、このとこですねちょうどで手ですねこう触ると縫うところがね縫い上がってるところがわかると思いますので、その部分に合わせてこちらの方もね返し縫いをこのね端のところまで返し縫いをして、そのまま糸を切らないでおいてください。ではここまで縫ってきます。はい、こちらの端まで返し縫いをしてきました。でここに今糸がね出てるんですけれども、このまま生地の反対側の方に針を出してもらって、で生地を倒しますね。
はい、で向きを変えてもらってこの端っこのところに蓋をして生地をよいしょ、ちょうどねここの縫い上がりの部分を隠すような形で畳んでもらって、ちょっと今変な留め方になっちゃいましたけど、よいしょ。そしたらここの部分ですね、私はこの端のところも気になるので、このね端のところも映ってるかな、ちょっとね、ここで糸を切ってしまうと玉留めのね部分が増えてしまうので、このままもう一度下の方まで戻ってもらって、でここをまつり縫いします。でここぐるーっとまつり縫いして、あと反対側のねこちらの端の方も巻きかがって留めて、うん、ここで玉留めして糸を切っちゃいたいと思います。でこちらとあと反対側の方ですね、もう片側の方、こちらも同じように縫い留めていきたいと思います。両側このように縫い留めてきました。こういう感じになっています。これで完成になります。返してもらってこんな感じですね、こんな感じのポーチの出来上がりになります。で途中からですね、こちら大きいサイズの方に見本がね切り替わっているのがお分かりいただけたかと思うんです。途中からね書いていますので、出来上がりのサイズはこちらね、手のひらサイズの小さい方の、型紙の大きさを見せします。ここのこちら側の長さが逆になっちゃった 17.5 センチ、でこちら側ですね、こちら側の長さが12センチ、でこう半分に折ってもらって、でマチの部分が2センチ×2センチになっています。こちらがこちらのサイズ、手のひらサイズの小さい方のポーチになります。でこちらはファスナーの長さは15センチを使いました。こちらですね。それで途中から見本でねこう縫っていくのにこちらの方に書いたんですけれども、こちらの方のサイズは A4 のコピー紙を、よいしょ、ごめんなさい、 A4 のコピー用紙を半分に折ってもらって、ここね切ってもらいますけれども、このままやりますけれども、こちらの方をさらにこう4つに折ってもらって、いつも使ってるのがこういう缶の蓋なんですけれども、缶の蓋でこう角にね印をつけてもらって、
こを切り落としてもらいます。そしてこちら側の丸く切った側のすぐ下のところですね、ここの部分を方に書いてあるんですけれども、2.5 ですね、 2.5×2.5 ここですね、ここに合わせてもらって、これでまちの部分ができました。こういう形で、これ今ね2枚合わせて切っちゃったのでちょっと重なってますけれども、こういう形になります。こちらの型紙を使って出来上がったポーチが、先ほどよりもねちょっと大きいサイズになりますので、こちらの方は六角形の枚数が多くなりますので、こちらの型紙のサイズに合わせて縦につないだものをね、長さを合わせて作ってください。でこちらは横がだいたい約14.5センチですかね。でここの高さが約 7.5センチ、でまちの部分が 6.5センチぐらいになってますね。はい、こんな感じに、こちらの方はね結構たっぷり入ってくれると思います。このポーチも入るので親子ポーチみたいな感じでね使ってもらってもいいと思います。こちらの方は先ほど言ったファスナー20センチのファスナーを使いました。セリアさんのこちらのファスナーですね、こちらが15センチのファスナーで、こちらが20センチのファスナーになります。はい。これで六角形のファスナーポーチの完成になります。いつも動画が長くなってすみません。はい、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。こちらのね、親子のポーチになりましたけれども、よかったら作ってみてください。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。ゆず猫でした。バイバーイ。かわいいから作ってねー。